日本一の展望は ただ自分たちがこんだけ楽しい営業をしてますが伝えて、それがあのお客さんたちにとってあ行ってみたいって思ってもらえたのが勝った要因だったのかなとは思います。甲府市中心街で営業を行う魚屋チカラ、今月16日に開かれた居酒屋甲子園の全国大会に出場し、見事エントリーした2644店舗の頂点を勝ち取りました。営業中 の, そのピークの時間帯とかすごい自分たちが一番楽しい時間を思い出しながらやろうっていうふうにみんなで言ってて、本番が一番全員出来が良かったです。やっぱ予選を勝ち上がった有名店がプレゼン形式で自らの店を PR する全国大会、多くの店がプレゼンに組み込んだのがコロナ禍の苦労からの脱却でした。しかしチカラが訴えたのは他とは全く違う内容でした。ゴールのない居酒屋だからこそ自分たちが一番楽しみ、お客様と一緒にお店を作っていく、この積み重ねが居酒屋から日本を明るく元気にすると僕は信じています。自分たちも悔しかったはずのコロナ禍についてはほとんど触れず、居酒屋という空間を全力で楽しむという自分たちの信念をまっすぐに伝えたのです。おめでとうございます。審査員からは居酒屋の原点を思い出せ、小さな居酒屋がイノベーションを起こすことを実証したといった点が評価されました。本当に僕たちって特別なことを何かすごいことをやってるってわけでもないので、お客様たちがなんか気持ちよく酔っ払える空間を作るだけなので、日本一の居酒屋、大会終了後噂を聞きつけたお客さんが次々とやってきます。こっちも考えちゃって誇れますね。やっぱ力、本当に甲府は力なんで、優勝してこその、ただ純粋に楽しんで営業すること、これこそが日本一の原動力。優勝したことでさらに自分たちらしさに磨きがかかったといいます。やっぱり自分たちも本当に今まで以上に気を引き締めてやれるっていうところで、みんなのスタッフのモチベーションとかその営業に対しての、まあ、心構えというかが本当にみんな変わったし、その営業前の表情だったりとかがすごく変わって、まあ、めちゃくちゃいいなっていう、いい方に動いてるなっていうところ。チカラの次なる目標は居酒屋甲子園連覇、そして世界進出です。本当に目標は大きいですね。あの世界へ行くってことなんですけど、でもそのためにはまず今の魚屋チカラのその基盤をもっともっと頑丈にしていくっていうところが、なんか改めてここを固めないと新しい目標に対して動いていけないなって思うので、でもそのこの居酒屋甲子園日本一がその第一歩になったんじゃないかなって思ってます。ナイスラマです。ナイスラマです。甲府の街に日本一という明かりを灯したチカラ、今日も甲府の夜を賑やかに彩ります。